明石市の天文科学館で、国内最古のプラネタリウムが12年ぶりにオーバーホールと呼ばれる分解整備が行われることになり、ドイツから専門技術者が来日しています。明石市の天文科学館のプラネタリウムは、1960年の開館から6 60年以上にわたって使用され、これまでに延べ900万人以上を楽しませてきました。 プラネタリウムはドイツのカール・ザイス・イエナ社製で、国内に現存する中では最も古く、昨日からオーバーホールと呼ばれる分解整備が行われています。オーバーホールは10年に1度の頻度で実施されていましたが、新型コロナの影響で延期となり、今回が12年ぶりで、作業はドイツからカール・ザイス社の社員を招いて行われています。 予備調査では、月の満ち欠けに3日のズレがあったり、投影される星が振動するなどの不具合が確認されたものの、全体的には大きな問題はなく、状態は良好だということです。オーバーホールは来月23日まで行われ、プラネタリウムは25日から再開される予定です。